上砂川支線は、北海道砂川市の砂川駅と空地群、上砂川町の上砂川駅を結んでいた、北海道旅客鉄道函館本線の支線の通称である。砂川駅の上砂川支線ホームは、かつて多くの側線があった時代の名残で、函館本線のホームから離れた場所に位置しており、長い湖戦橋で連絡していた。現在は、 上砂川支線に通じる部分が解体された。当初は、三井鉱山合名会社が保有する三井、砂川炭鉱からの石炭輸送を行うために、三井川が土地を鉄道員に駅付し、なおかつ三井川の資金により、鉄道員が付設した国鉄所属の専用線であり、1917年7月に、鉄道員によりこの条件で、付設許可された。1926年に、 旅客扱いを始めるにあたり、函館本線に組み込まれた。国鉄再建法に基づく特定地方交通線の指定が進められた際、上砂川支線は函館本線の一部として、函館本線と一体として輸送密度が計算されたため、特定地方交通線は愚か地方交通線にも指定されず、幹線として存置された。 なお、当時の三井砂川炭鉱の出炭量は年間約100万トンであり、上砂川支線単独では貨物輸送密度も感染の条件にも該当していない。国鉄分割民営化に伴い JR 北海道へ承継されたが、炭鉱の閉山による貨物輸送を廃止、沿線人口の減少に伴う旅客減少の影響もあり、廃線となった。 JR 北海道発足以来発の感染廃止となった。廃止前から北海道中央バスがすでに並行して多くの路線バスを運行していたため代替交通機関は設定されなかった。投資線は1988年に廃止された歌市内線とほぼ並行しており近いところでは1トル程度の距離しか離れていなかった。同じ駅を起点とし近い地点を経由し 運搬路線という似た性格を有しながら、投資線は、宇多市内線に比べ旅客、貨物の輸送量は共に少なかった。しかし、函館本線の支線であったゆえあたり支線が存続した一方を、宇多市内線は独立した線名を有していたため廃止対象路線となった。これは、特定地方交通線の硬直性を示す一例として知られている。 1959年5月1日の運行本数は19往復1986年11月1日改正時の旅客列車しばらくの間、朝ラッシュ時にはキハ56系キハ27型の2行編成。それ以降はキハ54型500番台を使用。後にキハ54型がキハ40系100番台に置き換えられた。ワンマン以降はキハ22系700番台が、 使用され、末期はキハ 40K700 番台が使用された。なお、ワンマンカゴの車両は、キハ 22K700 番台は、トマコマ運転所の所属、キハ 40K700 番台は、旭川運転所の所属である。上砂川線廃止以前に廃止されていたもの。ありがとうございます。